というわけで今回も、ベビーメタルワールドニュースということでやっていきたいと思いますけども、今回で4回目でございます。はい、4月から始まりました、サバトンのですねツアーのスペシャルゲスト帯同ということで、やってきましたけれども、今回もうね、5月入っても終盤戦に、なってきまして、今回は、ね、5月9日ポーランド、そして、5月10日チェコ、5月12日ドイツのケルン、そして、5月13日、ベルギーと、5月15日、つい先ほど終わったばかりございますけれども、ドイツミュンヘンのですね全5本の様子をですねダイジェストでお届けしていきたいなと思います。皆さんファンカムの方どうですか？終えてますかね？今回はですね、若干、私いつも通りね、YouTube とかでこう漁っている感じでは、若干本数的には、少なく感じましたけども、どうでしょうかね？そんな中ね、ダイジェストでね、トピックの方を、お届けしていきたいなと思いますけれども、まずね、初回、5月9日ポーランド公演ですけども、まあね、ファンカム見る限りでは、まあ、ポーランドもめちゃめちゃ盛り上がっておりましたね。もうなんとですね、物販、ね、ベビーメタルも物販出してるんですけども、T シャツが、もう早々にね、完売してしまったりとかっていうことで、もう人気のね、高さが伺えるかなと思いますけれども、今週もね、今日の4曲目でございますよね。いつも4曲目が日替わりでやってるよということで、今回もね、セットに、今週も、先週、今週も固定でございますけれども、4曲目がね、やっぱり日替わりで変わってきておりますけども、今回このポーランド編はですね、4曲目ミラーミラーということでね、結構その出現頻度的には少なめなミラーミラーが4曲目ということで結構盛り上がっておりました。はい、そして翌日5月10日チェコでございますね。もうファンカム見る限りではね、その自分が見たその音質の感じとかもありますけれども、このチェコ公演特にですね、スメタさんのパフォーマンス、ボーカルまだ良くてですね、まだまだ尻上がりにいいということで、ツアーも終盤戦に差し掛かっても、まだこんなにすげえのかっていうことでね、もう体力半端じゃねえなということになってきておりますけれども、そんなね、どれも素晴らしい楽曲セットにパフォーマンスの中でですね、4曲目、気になる4曲目でございますけども、こちらもね、2日連続ミラーミラーということで、はい、連投連発でございます。はい、このツアー序盤から見てくるとミラーミラー出現頻度低かったですけども、ここに来てね、立て続けにミラーミラーということで、この後のね4曲目の方もちょっと、詳しくねこの後まとめていこうと思いますけども、どの4曲目この日替わりの中でメタルキングダムとかね、リバインアタック、そしてミラーミラーマヤとありますけれども、どの4曲目が、こう頻度的に結果、1位を取ってくるのみたいなものもですね、ここら辺から私楽しみにね見るようになってきました。そして、5月12日ドイツケルン、そして、5月12日ベルギー、この、2連戦でございますけど、ここに来て4曲目ね、4曲目の話ばっかり申し訳ございません。パフォーマンスはもちろん素晴らしいですけども、4曲目がね、リバインアタック進撃ということで、こちら2連戦どちらも、リバインアタックということで、今日の4曲目、リバインアタックがですね、暫定1位の座にここで躍り出ます。全5公演ね、リバインアタックは演奏されております。そして、これ実はこの暫定1位、もう1曲あるんです。はい。もういつもこうね、鷹の手を見ていただいて、しかもファンカムも毎日追っかけてくれる人、もう1個の1位タイのね、はい、今日の4曲目何でしょうか。はい、違います。それはですね、マヤですね。はい、どちらも5公演、マヤとリバインアタックが今、競っている状況ということで、最終日までね、こういった楽しみもまた新たに生まれてきているわけですが、このメルギー公演ではですね、モアメタさんの煽りがね、ファンカメでこう映っておりまして、メリツネですね、メリツネでこう煽るポイントありますけれども、それでね、日本版だと、ね、日本来日公演の時ですよね、全然聞こえないみたいな、ありますけれども、今回はですね、Let me hear you ということでね、はい。まあ、直訳すると、もっと声を聞かせて私にみたいな。ですから、まあ、聞こえないような英語バージョンね、これ勉強になりますね。英語も我々勉強になるということでね、もう一挙両得でございますけど、Let me hear you でね、聞こえないよということで、はい。皆さん覚えて曲やっていただければと思います。そして、まあ、今週のというかね、はい、情報届きちゃってほやほやの、5月15日、ドイツミュンヘン公演でございますけども、
こちらもね、ファンカムビルカジーだと結構盛り上がってましたね。ラストのですね、ロードオブレジスタンスに至っては、まあ小さいながらもね、モッシュサークルができていたりとかっていうことで、あ、これはまたこうね、行って、俺もあのモッシュに混ざってというところでございますけど、まあ盛り上がっているところでもうね、ファンカム越しに嬉しく思いましたけども、そんな中ね、はい、4曲目はメタルキングダムということで、ここに来てのメタルキングダムだから、今回はですね、ミラーミラー2連覇、そしてデュバイアタック2連覇が来てますから、はい、次回はね、残りだから3本ね、ありますけども、次回もこれはっていうところで、まあ、いろいろ予想立てながら、それでもセットに予想をしながら見るみたいな感じでね、やっていこうと思いますけども、この15日のドイツミュンヘン公演が終わりまして、今週その全21本公演が、終了になったということで、残すはなんとラスト3本でございます。はい、これがですね、5月18日エストニア、もうどこって感じですね、調べてください、ググってください、エストニア公演を経まして、5月19日20日とフィンランドです、はい、ムーミンでおなじみフィンランドでございます。ということはもうラスト3本は18、19、20日と3日連続です。もう最後の最後、体力的にもね、ハードなところに差し掛かってきます。どんな感じでベビーメタルね、今のところ涼しい顔でもう完璧なパフォーマンスこなしておりますけども、最後3本どういったドラマが生まれるのか、そしてサバトンツアースペシャルゲストとしてですね、全24本ツアー、まずは感想ね、無事にしていただきたいということでね、我々も最後まで楽しんでいきたいと思います。そんな感じでね、ベビーメタルワールドニュースということで、ね、全4回やってきました。次のね、5本目でひとまずこのサバトン編は、完結となりますのでね、また来週も火曜日やらせていただこうと思いますので、ぜひね、最後まで見ていただければと思います。というわけで今回も最後までご視聴ありがとうございました。また来週もお会いいたしましょう。